夜分にすいません。道に迷って困ってるんですが、牛小屋でも軒先でもいいんですけど、今晩一晩泊めてもらえませんか。さよなら。坊や、父さんいないんか。うん。どうした。父さん死んで寂しいか。この家で過ごした日のことは一生忘れません。